それでは問い1の解説を始めていきます。では問い1、最初にこの問題の答えは4番になります。では解説をしていきます。まずこの問題どういうことを言ってるのかというと、こんな風にジェットコースターがありましたよと。で、最も高い位置で静止した後、はい、そこから動力を使わずに下降したと。はい、それで、まあ摩擦や空気抵抗がないとすると、高さが最も低い位置でのジェットコースターの速さ、どんどんこうジェットコースターがわーっとこう降りてって、最も低い位置での速さはどうなるかということです。これはジェットコースター乗ったことある人なら分かったんじゃないでしょうか。どんどんスピードが下に行けば行くほど速くなるということで、ここの X には最大という言葉が入るわけです。なぜねジェットコースターどんどん速くなるのかというとね、このジェットコースターの重力の分力が働いているからです。まず一つ目が斜面に垂直な分力、そしてもう一つが斜面に平行な分力、こうですね。で、この斜面に平行な下向きの力が働き続けることによってどんどんスピードが速くなっていくということで、最もね低い位置では速さが最大になりますよと。はい、では続いてですね、位置エネルギーなんていう言葉が出てきました。そしてもう一つ、運動エネルギーという言葉が出てきました。位置エネルギーっていうのは簡単に言うと高いところにある物体が持つエネルギーですから、高さが関係してくるわけで、運動エネルギーは運動している物体が持つエネルギー、速さが関係してくるわけです。はい、じゃあちょっと見ていきますよ。はい、今このジェットコースターは一番高い位置で止まっています。ですから位置エネルギーはどうなってますか。位置エネルギーはこの中で一番大きくなってます。一番高いところにいるから。じゃあ例えば、イメージしやすいように適当に置きますか。じゃあ10ジュールとか置いときましょう。はい、この時運動エネルギーはどうなってるかというと、今止まってるんですよね。止まってるっていうことは0ジュールにしておきましょう。はい、じゃあこのジェットコースターが、はい、走り出しました。ビャーンとこう走ってって一番下に来た時、はい、一番下に来た時はどうなってるかというと、今度は位置エネルギーはどうですか。ここで一番最大でした。はい、でここまで来て、もう一番下のところまで来ちゃったんですよ。はい、ということは位置エネルギーは0ジュール。はい、そしてね、運動エネルギーがどうなるのかというと、ここ0でしょ、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、どんどん上がってって、運動エネルギーここで最大になって10ジュールになりますと。はい、そうするとこれ見ると、位置エネルギーはどんどん小さくなってって、運動エネルギーはどんどん大きくなっていく。位置エネルギーから運動エネルギーにエネルギーがこう移り変わっているわけですよ。はい、そうするとね、位置エネルギーと運動エネルギーを足したものっていうのは、和が常に一定に保たれているということがわかりますね。この位置エネルギーと運動エネルギーの和を力学的エネルギーと言います。そしてこの和が常に一定に保たれることを何と言うんでしたっけ。力学的エネルギー保存の法則と言います。ということで、摩擦や空気抵抗がないときはこの力学的エネルギー保存の法則が成り立つわけですよ。だからね、ジェットコースターは下降し始めた高さと同じ高さまで再び上昇できると。ぐーんとこう落ちて、でまた同じ高さまで上がるはずだよなと。この力学的エネルギー保存の法則によってね。ところがですね、実際には、ここです。上昇することはできなかったよと。はい、なぜか。実際にはですね、力学的エネルギーが熱エネルギー。熱エネルギー、例えばさ、みんなこういう風にやると熱くなってくるよね。これなんでかっていうと、摩擦が生じるわけですよ。はい、そして、ジェットコースター乗ったことある人ならわかると思いますが、まあこれ何でもいいや、乗り物でもいいんだけど、何かこう走る時っていうのは、どうしたってね、音。
音が生じてしまいます。ジェットコースターって結構うるさいですよね。はい、ということで熱エネルギーや、はい、ここです、音エネルギーなど別の種類のエネルギーに変わるため、この力学的エネルギー保存の法則が成り立たなくなっちゃうんですよ。力学的エネルギーがあってもその一部が熱エネルギーに使われたり音エネルギーに使われちゃうから、こういう風に降りてってそういうエネルギーに持ってかれてしまって上までたどり着けないと、そういうことなんですね。はい、ということでこの問題の答えは4になります。では問い1の E、 この問題の答えは4番になります。では解説していきます。まずですね、ちょっと地球を登場させます。さあ、この地球の上が北です、下が南としますよ。はい、この時にですね、はい、方位磁針って皆さんいじったことありますか？方位磁針ってさ、 N 極が向く方っていうのは何があるのかっていうと北ですよね。北の方向に N 極が引き付けられるわけですよね。はい、ということは地球をですね、大きな磁石だとするとですよ、大きな巨大な磁石だとすると、北は N 極、S 極どっちでしょうか？北に N 極が引き付けられるんだから、北側には S 極がないと困りますよね。だって N 極が引き付けられるものってさ、 N 極ではなくて S 極でしたよね。だから地球を大きな磁石だとすると北側が S、 はい、そして南が N ということになりますよと。はい、まずそこまでいいでしょうか。はい、北側が S で、はい、南側が N ですよと。はい、そこまで分かりましたと。さあ、続いてここに磁力線を書いていきましょう。はい、磁力線を書くにはですね、これ知っとくといいですね。 N 極っていうのは出口ですよと知っておくだけでですね、磁力線の向きを書くことができます。はい、どういうことかというと、はい、ここに N があります。はい、N は出口ですよっていうことだから、こういう矢印を引くことができる。この矢印が磁界の向きですよ。はい、そしてね、 N が出口ということは S は入り口なんですよ。はい、入ってくる、入ってきてますよね。はい、そしてその周りってどうなるかっていうと、ちょっと簡単だけどね、こんな風な矢印を引くことができますと。そうすると磁力線は地球の、はい、どっから出ているのか、はい、出るということは N 極です。はい、N 極があるのは、南ですから南極付近、はい、そして南極付近から出て何々付近に向かっている。はい、どこに向かってんのか、はい、どこに向かってんですか？北極付近ですよね。だからこの矢印が方位磁針のさ、 N 極がね、指し示す向きですよ。だからちゃんとほら上向いてますよね。北極の方、北の方を指していると、こういうことです。では続いて、磁針の向きが図2のような場合、電流はどっちの向きに流れているのか、上に行くんですか、下に行くんですかと、はい、どっちですかっていうことなんですが、これ方位磁針の向き、はい、このさ N に注目ですよ。はい、これでどんな風に磁力線のね、向きが描かれているのか分かりますよね。この方向に矢印引っ張っていく、こんな感じじゃん。これ後ろ通って、こんな風になってるの分かりますね。だからこれは、反時計回りになっているということがまず分かりますと。さあ、この時電流は上に行くのか下に行くのか、どっちの向きなのかと、その時登場するのが右手でしたよね。右手を使って、これ簡単に求める方法がありました。これどうするのかっていうと、まずね、親指以外の4本をこの向きに揃えてください。例えば今こうしちゃうとね、こうするとこう向こうに、向こうにこうやっていくとことを表しています。こうやってね。はい。で、今回は、こっちですよね。こういうふうに、ここにさ、導線があったら、この導線に、このように、磁界の向きが描かれていますよね。こういうふうに。はい。はい、そうすると、親指注目です。親指は上を指しています。
これが、今日の問題の電流の向きを表しているわけ。はい。ということで、上ですから、はい、B が答えですよね、ここ。B の向きに流れている。ということで、この問題は4が正解になります。問1のう。この問題の答えは2番になります。それでは解説をしていきましょう。さあ、この問題はね、どういう問題かっていうと、A には 200g の重りを1個吊るしましたよと。じゃあこれ A にしますね。はい、A には 200g の重りを吊るしました。はい、そして B はですね、150g の重りを1個吊るしましたよ。はい、B は 150g の重りを吊るした。はい、そして C には 70g の重りを1個吊るしましたよと。さあ、ここでね、一番やってはいけないこと。っていうのは、この重りだけを見てですね、あ、これ重り A200g だ。じゃあこれが一番バネの伸びの長さが長くなるんじゃないかとやってしまったら、それはダメですと。A も B も C もさ、種類のさ、違うバネですよね。ですから、この重さだけでね、考えることはできませんと。はい。じゃあ、順を追ってやっていきましょう。さあ、まずね、じゃあバネ A から見ていきましょうか。ちょうどね、これ、わかりやすいところとして、ここ。はい。0.8 ニュートンの時、バネ A は4センチの伸びですよ、ということが分かっていますと。はい。じゃあ、はい、200g だったら何センチのバネの伸びになるのかっていうのは出すことができますよね。はい。なぜなら、バネの伸びの長さと引く力の大きさっていうのは比例するからです。だから比例式使うことができるんですよ。はい。じゃあちょっとやってみましょうか。はい。じゃあバネ A は何センチ伸びたかというと、はい、0.8 ニュートンで、バネ A は4センチ伸びたよと。じゃあ、200g。はい、200g は何ニュートンかというと、この問題、100g で1ニュートンと書いてありますから、200g は2ニュートンですよね。はい、じゃあ2ニュートンでは、何センチなのかなと。はい。そうすると、バネ A の伸びの長さが出すことできますね。はい。これ計算できますか？内側かけたものと外側かけたもの。はい。外側かけて、内側かけて、これを解けばいいですね。はい。そうすると、X は10センチとなります。これをね、A の伸び A、スモール A としておきます。じゃあ次、バネ B 行きましょうか。はい、バネ B も同じく、バネの伸びの長さと引く力の大きさは比例するから、比例式でね、求めることができます。はい、バネ B も同じくですね、0.8 ニュートンの時、6センチ伸びるよというのが分かってます。0.8 ニュートンの時、6センチ伸びるよと。はい、じゃあ150g は、はい、150g っていうのは何ニュートンですか？1.5 ニュートンですね。はい。1.5 ニュートン。はい。1.5 ニュートンは、この時何センチ伸びるのと。はい。これ計算すればいい。方程式を解きましょう。はい。X は 11.25 センチとなります。はい。続いて C。はい。C は、はい、C も同じく 0.8 ニュートンのところを見るとですね、12センチの伸びと書いてあります。はい、0.8 ニュートンの時に、12センチですよと。じゃあ、70グラムの時。はい、70グラムって何ニュートンですか？ 0.7 ニュートンですよね。はい、0.7 ニュートンの時に、何センチになるんでしょうかと。はい、これ計算すると、10.5 センチとなります。これが C。はい、それで、どうするのかというと、不等号で表しなさいということですよね。はい、1番小さいのは A。はい、2番目が C。はい、3番目が B と。はい、そうすると、こういう不等号で表すことができるので、答えは2となりますよと。そういうことなんです。これ別解としてさ、火を使った人もいますか？火でやりましたよ、なんていう人もいます？どういうことかっていうと、
バネ A もバネ B もバネ C もさ、ちょうどね 0.8 ニュートンの時に何センチ伸びたかっていうのが分かりましたよね。はい、バネ A は4センチ、そしてバネ B は6センチ、はい、バネ C は12センチと。比でやっちゃうと簡単は簡単ですね。もし思いついた人はこれも OK じゃないですか。はい、そうすると同じね力の大きさでバネ A は4センチ、バネ B は6センチ、バネ C は12センチ。はい、これ比にすると2対3対6となりますよね。で、これですよ。バネの伸びの長さと引く力の大きさ、比例するんだから。まず今、バネの伸びの長さが、比が2対3対6ってことなのよ。だから、同じさ、重りを、はい、持ってきて、ね。例えば今日だったら 0.8 ニュートンだけど、0.8 ニュートンの重りを、これにそれぞれにつけたら、A は2。B は3、C は6の割合で伸びますよってことでしょ。はい。じゃあそれに、はい。重りはこれ違うから。はい。じゃあこれ、重りが、これがだから、伸びの長さで、重りいきましょうか。力の大きさ。力の大きさは、A が 200g と。はい、B が 150g です。はい、C が 70g ですと。はい。これ、比にすると、20対15対7になりますよね。で、最後に、このバネの伸びの長さと力の大きさを掛け算してあげる。はい、2×20 で、はい、バネ A は40。はい、バネ B は 3×15 で45。はい、バネ C は 6×7 で42と。はい、そうすると40対45対42になりますから、これでね、同じように不等号で表してあげると、同じく A、C、B となりますよね。はい。ということで、まあね、ちょっとこの別解は、もしね、余裕がある人は、あ、こんなやり方もあるのかと、ちょっと知っておいてください。